どうも、ビデオゲーマーです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回もね、キャリアモードやっていきましょう。前回ですね、結局負けまして、3対2で。最後ね、ビーガスのパスミスがあって負けたんですけども、あれ逆足だったんでパスミスしたんですね。なんで、僕のミスかなっていう。で、まさかあんなパスミスすると思ってなかったが、ちょっとびっくりしたんですけども。いいんですけども、負けることもあるでしょうということで。で、今回のスタメン、こんな感じです。センターハーフのところにね、レッドゲット入れてます。あとは、代わりあるね、チョラクが右のウィンガーに入ってるぐらいですかね。じゃあ試合の方ね、やっていきましょうね。今日はあんまり喋ることがないというか、あれなんですけども。てかね、めっちゃ調べてて今。嫁が遅いでしょ。めっちゃ調べてるから。何人いるでしょうね。何人いるとか出てくれたら一番わかりやすいんやけどな。めっちゃ調べてるよ、これ。これやばいよね。これやばいよ。これはすごい調べてるよ。で、今回は12月29日ですね。で、次回は、補強の方の動画になるかなと思います。ちょっと使えない選手をトレードに出して、新しい選手を取ろうかなと思います。このバレンシアだったりとかね。ブライアンの方がやっぱいいので。今回ちょっとスタメンなんですけども。ちょっと試合の方やっていきましょう。で、キャリアなんですけど、別にね、視聴回数をね、稼ぎたいのを全く思ってないんで、僕。ただ単にやりたいことやってあげてるだけなんで、いいんですけど、で、僕がこう、メインでやりたいことは、こういう選手の動画を上げることがメインなんで、もうキャリアはほんま、おひれみたいなもんです。本当もう、付け合わせ的なね、感じでやってるって感じなんですけども。なんで、こう、だんだん最初の方はね、やる気あって、よし、やるぞって言ってるけど、だんだんこうね、飽きてくるじゃないですけど、やる気なくなってくるみたいな感じにはやっぱなるよね。それはもうしょうがない。もう誰しもなると思う。で、こういうフェースのね、動画を上げることで、こう、皆さんの役に立つんだったらいいなと思って、こう、このチャンネルを作ったんですけど、で、もともとね、僕、違うチャンネルやってて、全くサッカーとか、一瞬だけやって、違うゲームをずっとやってたんですけど、ライブ配信で。多分、過去の動画で、喋ったこともあると思うんですけど、フォールアウト4っていうゲームをね、ずっとやってて。で、拠点作りをずっとやってたんです、僕。全クリした後に。アップデートでダウンロードコンテンツとか来る前とかもね。フォールアウトの方で。始まってからもやってたし。ずっとやってて。で、ライブ配信4時間とか普通にやってて。仕事が、その当時、てか、今もそうですけど、夜なんで、夕方の2時ぐらいまでは全然暇だったので。ずーっと朝の9時からとかやってたりして。で、それが始まりなんですよ、僕 YouTube チャンネル。で、その時の名前も多分一緒だったと思うんですけどね、ちょっと覚えてない。もうさすがに2年も3年ぐらい前のことだから覚えてないんですけど。で、そのチャンネルがちょっとバン食らいまして、なんか YouTube の不具合か何かで。で、新しいチャンネル作ろうかなと思って。でも、もう一回こう、フォールアウト4の拠点作りをするっていうのはね、もう元気なかったんで、じゃあね、しようかなと思って。フォールアウトの次に自分の中で勝負できるのなんだと思った時に、FIFA の固有だなと思って。で、海外の人とか、結構いたんですけど、その当時こういうフェーズだけをこう上げてる日本の人の方っていなかったんで、今ちょっとちょこちょこっとね、増え出しましたけど、その当時あんま僕が見た時はね、あんまいなかったんですけど、なんか今変な動きになったね。
なんでそれもあってやろうかなと思ってやりだしたのがきっかけで、で海外の人みたいにこうね、海外の人ってどちらかといえば PC 版とかやってる人が多いと思うんで、フェイスのあれも早いんですよね、情報も。僕は PS4 なんでアップ、おうしだったりもね、遅いんですけど、なんで遅れるんですけど、でまあ海外の人だったらこうね、なかなかこう英語得意じゃなかったらね、話しづらかったりもするとこあるから、日本人の人がいたらいいなと思って、まあ僕個人がずっと思ってたことなんで、それだけをやってる人がだったら自分でやろうと思ってやってみたんですけど、よし、オッケー。最初はいいのよいつもね、後半なんて言いたいね、だんだん攻められだしたらね、やられちゃうから、今回は頑張らないと。それもあってやり始めて、なんで、まあ未だに見てくれてる方がいるっていうのはありがたいことで、感謝しかないんですけど、だからこうこういうフェイスを常にこう覚えるために、こうアップデート来るたびにこうプレミアリーグだとプレミアリーグの若手、新しい選手がこういう風になってる選手がアップデート追加されてないかなとか思ってみたりとかですね。なんでエバートのフォールズとかもう見たから増えたの分かったし、なんか動きが止まんないでしょ、切り替わらないしすげえ困る、ちょっと止まるな、何なんだろうな、出た出た、オッケーオッケー。なんで普通に実況の動画とかは本当もう あんまりこだわりもなくこだわってんのかな、こういう縛りで、おーっと、その、こういう縛りでやってるから、こだわってんのかな、こだわってるか。動画自体に関したりとか、視聴回数に関しては、全然こだわってないな。チャンネル登録してくれる方が増えたり減ったりするのは気になるけど、低評価ついても、高評価ついても、まあ低評価ね、上げた瞬間にすぐつくのはちょっとびっくりするけど、もうちゃんと見てんのかっていうねなんかいるんでしょ、そういう人は。もう気にしてないけど、もうなんで今はもう自分がやりたいようにやってるだけですね。そう、今まではあれがファールにならなかったのよね。なんでか知らんけど、he's got some room out here in the wide position. なんで本当、clearance well away from the danger zone. Shot on. Driven goalwards. It's Bamford.
難しいですよ。オフサイドじゃないんだね。なるほどね。なんかうまいこと噛み合わないな。そんな簡単に裏取られるような感じもしないんだけどな。セイドやばくない向こうも。パス精度というか、そんなにおかしな戦術してっから俺つながらんよな。バレンシアガ、あーそう、ラッセルが怪我しまして2ヶ月、痛い、本当に痛い。 Here's Phillips.マーク外すな、よく。で、センターバックそこまで釣りで、ああやべ、あやられた。センターバックはそこまで来なくていいよ。なんでセンターバックあんだけ出てくるんだろう、毎回思うけど。ほらやられるって。ディフェンスライン2人しかいないやん、最後真ん中。Here's Phillips. Cleverly. Ruben Perez. Well, now they've got the ball. What are they going to do with it? Three minutes to be added on. 3 minutes of added time. Safety first there. Tom Cleverly.よし、OK。ヤニブ難しいな。ニブめちゃめちゃ難しいな。Well, they want to see this again, this goal.さっき何話したっけ。あ、そうそう。でね、そういうチャンネルを作ろうと思って、だいぶ話戻ったな。って思って、このチャンネルやってるんですけど、役に立ってますかね。いつかは終わる時は来ると思いますよ。なんで後継者をね、誰か頑張ってください。誰か僕は引き継ぎますと。それにコメント来たらね、どこそこにいますと一瞬でパッと分かるようなぐらいになればね、大丈夫なんで頑張ってください。あー、ビガスが本当パスミスすごいな。まあ これぐらいちょっとね、ボール失わ、あっ、まあ、今のはしょうがないとしても、今やってあれですぐボール失ってもう相手ボールだったからね、ちょっと当たりに弱すぎるなと思ってたからちょうどいいけど。粘りがないんだな。
よし。よしよし。なんか、久々にめっちゃ簡単に点入れた気がする。もうちょっとカメラマンどうにかならんかな。まあ、ゲームよくあることやけど、ああいうのは。なんか、イビが点取ったの久々じゃないのこれ。動画内で。まあ、いろいろちょっと考えないといけないことがありますね。戦術だったり、いろいろと。3バックになりすぎたのかな。サンダーランドの時ね、途中から、まあ、動画の時3バックだったから、取りだめしている途中からね、上げてないけど取りだめしてたんですよ。途中からちょっと3バックにしてて、やっべ、あまりにも簡単に競り負けすぎ。マーク外しすぎやし、これちょっと鍛えないとまずいな、守備を。いやいや、ちょっと何に無理に避けようっていう気が全くない。かわしてボールを取りに行こうっていう気が全くないじゃないか。これはいつまでこれをやるんだろうな。最近ね、よし、最近ね、考えるんですよ。いつまでやってんだろうって、こういうの。Almost a 10 out of 10. Certainly a candidate for man of the match. He's not going to play the whole match though. And to be substituted here now. Yeah, he was in. Takes on the shot. Oh, he's kept it out. All City have a corner. 選手変えよっか。レッドゲット疲れてんな。そんな走ってる？ボアティング。大丈夫かな？ボアティングって左？左やね。マンホールが全くやから、ヌメチャ入れよっか。ヌメチャ初じゃないですか。And it's gone for a corner. Well, Alan, here's the substitution now. Well, he's done his bit. He got the goal that put his team in the lead. Can they hold that lead? In goes the corner. Defended well. I think the cross is odd. Put in from the wide area.あ、ビガスがシュート打ったのか。全くついていけてないのよね、これね。困ったもんで、おお、ブラウン入ってんな。ブライアンだったっけ、ブラウンだったっけ。このフィリップスっていうさ、ドレッドヘアの選手がすんげえやばい、嫌じゃん、あの選手。あの選手どこにでも顔出すわ。He's good at cutting those passes out in that middle of the park. Balogun. Tom Cleverley. Opportunity here. Oh, so okay. まあ、いつもだったらすごい反応であれ止められてるけど、一つ下げたからゴール決まったんだろうけど、
20でどれぐらい弱体化するんでしょうね、ゴールキーパーのこの反応とかだったりが。またアップデートで弱すぎたらまたちょっとだけ強化されたりするんだろうけど、やっぱちょっと異常は異常だったからね、本当にね。これぐらいが普通やと思うけどな。まあ、4点はちょっと入りすぎかもわからんけど。イザイア・ブラウンだったっけ、ウィガンでプロデビューしたんだったっけな。ですんげえ能力だっつってモーリーニョが取ったんだったっけ。代表選手になれなかった私の責任だよって、ほとんど試合にも使わず出てったけど、どうなってんねんっていう話だけど。おお、そんな感じでこぼれると、ちょっと思ってなかった。ボアテンが入ってから動きはいいですね。やっぱまあレッドゲット、センターハーフ、サイド、トップ下全部できるけど、やっぱ本職トップ下やから、ただちょっと違うんだろうな。あ、やっべ、あっぶんない。チームの動きが変わったよね、ブライアン入ってから。あ、ブライアンちゃうわ、ボアティング入ってから。Delivered into the box. Cleared away, well away from goal. まあ、能力は低いけど、やっぱり本職の選手を入れるべきやな。ポアティングどれぐらいだったっけ ?68 とかだったっけ、マックス。それでも戦力にはなりそうやな。OKOK。よし、選手変えよう。あ、今のもったいない。サムネイル候補にできたかもわかんない。ボアテンが左だから、ホートンが右、オッケーオッケー。これでいいわ。クレバリー頑張ったな。Well, Alan, here's the substitution now. Well, he's done his bit. He got the goal that put his team in the lead. Can they hold that lead? Jordan Houghton. ボアテン。普通だったら出さないよ。普通だったらこれぐらい能力の選手こんな出さないよね。出すから。ちゃんと戦力と考と思って考えてるからね。これ2部とか4部だったら出すんだろうけど、普通に。ちょっと動き出しが遅すぎて出せなかったパスを。よし、OK。勝った、勝った。なんかこうキャリアのもっとがっつりした本当にキャリアに本当になってほしい。チーム経営の資金の確保からスポンサー契約から、あと施設の増築とか、まあ増築じゃないわ、施設とか、まあなんつうの、飲食店の配置とか医療施設とか、本当に差がつくみたいになってくれたら一番いいわ。海外ゲームだからそこまでないかな。日本のゲームだったらできるかな。でも逆にこんだけ売れてるんでそこまでしてほしいな、キャリアモードも。 UT に力や、ね、入れるんじゃなくアップデートでもいいから後から来てほしい、そういう感じで。まあ UT メインっていうのもあるんだろうけど、やってる人の方が多いだろうしね、そっちを今は。だからもっとキャリアやってる人が声を上げていった方がいいのかもしれないけど、
で次回が、試合は取らないな、これ取る試合がないな。ストークのダービーも取ったからな。ロザラも取ったっしょ。ミドボールブレントフォード、ミドボールって取ったっけ。いや取ってないわ、取ってない取ってない。2月の試合ですね、試合はね。どっちか。いやね、ホーム取ろうか。ホームのミドボール戦取りましょうか。1月は補強と、来シーズンの補強の動画になるかな。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりますか。あ、待って。これって調べるのどれぐらいかかる、あと。21日。あー、結構かかるな。まあ、残った選手で補強って感じやな、これは。うん。ですね。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。バイバイ。